俺なんか捕まえてもどうにもならないだろう頑張って次はもっとすごいコンビクトを捕まえてくれよいや強くなっても俺はサボるからなよっしゃー強くなった次は何だブラックリングに送り込んで俺を死なせるのかしっかり俺についてきてくれよお前だけでも 生きて連れ戻さないとな行こう死体を見ても仕方ないだろう <laughs> 予定より早く帰れそうだ逃げるなこんなところでやられるとはああ 俺からの挨拶を待ってるのかお前って本当につまらないやつだな砥石はあるジョニーとジェイソンが鈍くなったどうして武器に名前を付けるって別に面白いだけだ俺とおしゃべりがしたいやだおしゃべりする暇なんかない 他のやつ当たってくれお金さえくれれば雑用ぐらいやってやるよでも喧嘩はやらないああいうな苦手なんだおいちょっと取引しないか今週お前の命令は何でも聞くし絶対サボらないその代わりデスラブラジオの特典セットを買ってほしいんだよな KK ってなんか昔の俺に似てるんだよなつまらなくて毎日仕事ばっかりでプライベートの時間なんかちっともない俺が見ててやらないとあいつは絶対いつかギャンブルの借金を返済するために博一に売られちゃうと思うんだよ白つってやつは酒と賭博に溺れてるし まともな仕事もしないで毎日厄介なことばかりして酔っ払ったら俺のことをチビと呼び上がるでもあいつはこの世で一番面白いやつだ俺が出会った時からそうだったそんで今でもそうなんだせっかくそんな顔してるのに局長として上に媚びを売るわけでもないし 毎日のように俺たちコンビクトと一緒にいるなんてお前って面白いなああ勘違いしないでくれ別にそういう意味じゃないから疲れたかならぐっすり寝るといい安心しろ局長様がサボってることが他のやつらにバレないように俺がちゃんと見張っててやるから えっとなんだお前が仕事をする俺がサボるそして互いに干渉しないこれでいいだろ他の人に頼んでくれよ俺は今取り込み中それじゃあ先に帰るから面倒だな